今日は具なし焼きそば何も食うもんないから、あと納豆でいきたいと思います。おかず焼きそばってなんだよ、何もないの食うもんが。おっさんのご飯って感じだね。
東京駅の前のどこにいるんだろう。誰がこの中でどう見つけるって言うんだこれ。俺が顔分からねえのかな。どうやってんだこれ。どうすればいいの。どうすればいいの。人がいっぱいだよ今日。タクシー乗り場そこを降ろされるんだよな。誰？どの子？木の下に座ってる？どの人？全然キョロキョロしてないんだけど。会いました。あ、どうも探しちゃいました。来た来た来た。よろしくお願いします。どうもどうも。ようこそ。今日何時から明日ですか。今日朝から。朝から。はい。嬉しい嬉しい。はじめまして。すいません。なんで。すごい嬉しい嬉しい。あの相川かなで妹です。こちらです。皇居は。皇居ちょっとあの行ってみたいです。ああどうぞ。朝の何時から今日。え、朝の何時から。朝は、いや今日はもう体が重いから、うん、全然本当に寒かったな。あ、分かるもんだな。どこまで行ってたんですか。え、いや僕はずっと走ってきてもうヘロヘロになって休んでました、はい、そうですか。もうだいぶ、はい、これカメラですか。カメラです。無事会えました。マジでマジで来てくれたんだ。ま、会えましたよ。びっくりした。今皇居をご案内しております。いや、初めてのオフ会です。今日はお客さんがいっぱいいますね。皇居は飲み屋さん2時からやってるんで、これからゆっくり歩いていけば。あ、そう、2時から。2時からですね。はい、じゃあ実は、はい、あの御徒町に着いたところで、はい、ちょっと喉が渇いたので、はい、ビールをいっぱい飲んでしまった。あ、別に全然、はい。だからトイレが近くなっちゃったんで。大丈夫ですよ、はい。この辺のトイレも網羅してるんで。網羅してる。網羅してる。あ、この辺も。この辺もパンペイ君は走ってる。そう、こう走っていくんで、よく知ってますね。知ってる。もうね、前の動画とかもずっと見てるから。マニアックですよね。マニアック。で、だいたいパンペイ君の走ってるところがどこなのか考えながら見てる。すごいマニアックだと思いますよ。だからね、どうしても来てみたかったんですよ。ああ。うん。今日はここはね、すごいパワースポットなんで、僕好きなんですよ。めちゃくちゃ広いですよ。もう一周5キロなんで、ものすごい広いですよ、ここ。自転車なら行けるけど、私も自転車借りないと運転分とは歩けないかな。一周ぐらい走れるのかなって思ったんですけど、ちょっと厳しかったですね。一周5キロ。次の日仕事できませんから。いや、タクシーでもよかったんですけど、すぐそこなんですよ。分かった。すぐそこですね。すぐそこなんですよ、僕たちからすると。あ、だいぶ前からすぐそこって言ってた。すいません、感覚がちょっとおかしいんですよね。感覚がすごいね。もう車いらないね。だからほら、自転車もいらない。だからランナーさんなんですよ、どこでも。はい。
はい、乾杯。はい、乾杯さん。皆さん、はじめまして。はじめまして。おいしい。あ、ほらね。乾杯さんって一気に揚げ物とかって。一気飲んでる。ご飯も、こんなご飯で、おかずの減り具合と、うん、今日あれがないね。これいつも変わるんですよ、このメニューがね。うん、もうね、おすすめメニュー。運動してないじゃんって。全然運動しないから。握手してください。握手してるよ、俺の。握手してもらえない。今日も初めてです。初めてです。毎日動画を見てて。テレビの向こうの人なんで。YouTube。で、このお店もずっと見てます。ありがとうございます。今あっちから歩いてきた。YouTube の中に自分が入った感じで。YouTube の中に入っていた。初お今回パンの集いでいきました。わあすごい美味しそう。あそうか。ここめっちゃくちゃこの酒も酔いますからね。なんかね。そうホピーと同じ。酔わされるから。では。ずっと東京です、僕は、うん、これどうやったら見れるの？あのね、バンコンペイさんのコメントはテレビだから見れないの、私でも甘い甘い匂いが甘い、ちょっと甘い、うん、飲んでカーってくるやつね、これでも後でやばい、大津焼きないんだ、名古屋ってね名古屋は何がいいですか？もつ煮になる、もつ煮、あ、ちょっともつ煮は味噌、大阪も同じ、うん、うまっ、どうぞどうぞ。これは大好きなんですよ。たっぷり、タバスコとかね。たっぷりと、タバスコもどぶどぶ。ね、すぐなくなっちゃう。よく知ってる。すごい知ってます。え？カレーライスにタバスコ。え？初耳だ、やってみよう今度。動画でやろう。餃子は、少しは聞いたんですよ。そんなのから聞いて、ランプさんから聞いてうまくて。カレーにタバスコ、うまいんだ。やろう。カレーライスはタバスコが好きな人。買いますか？やってみよう。こう変わってあるの？うん。はい、どうも。おいしい。うまいですよね。めっちゃおいしい。次ね、鶏がけ。鶏がけちゃおうか。鶏がけ箸です。鶏がけ箸。鶏お願いします。いい、もう飲んじゃった、美味しい。すごいね、味にうるさい人多いもんね、このね。ね。初めて食べるの多いね。うん。私もここで始まれた。趣味なんです。カラーは私。ね、大丈夫かな。コピーします。コピー、白、黒。なんで。大丈夫ですよ。忘れないでくださいね、せっかく来たんだから。忘れないですよ。じゃあ普通ですよ。東京ってホッピーは割とある？普通どこでも普通。どこでもあるよ。どこでもある。どこでもある。私たちは知らないだけ？私は知ってる。これ2回になってる。俺の顔分かったでしょ？あの時の飲まされてる顔。本当でしょ？ごめんなさい。本当でしょ？マジごめんなさいだね。本当でしょ？まだ4時前か。やばい、私ね3時間か3時間半4時間ちょっとで見てたんだけど、ごめんなさい。ありがとう、優しい。大阪だよね。優しいでも静かすぎくらい、うん、そんなとこから、うん、今日本当に楽しい。楽しいですよね。ありがとうございます。あれが楽しみ方。大丈夫ですか？大丈夫ですよ、僕は。すいません。いや、僕がすいませんです。ありがとうございます。黒ホッピーにやられました。薄めの。薄め炭酸でお願いします。私、薄めの。薄め。大丈夫です。連れて帰る。大丈夫です。薄めの君やってるんだ。薄めの君やさんは。レモンではなくて。
そうですね、聞いた、うん、聞いた、ね、それがもうちょっと前からの夢だったんです。夢？そう、で、自分の仕事の段階で夢で、いろいろなことがあって、いけない、いけない、いけない2月に行きたかったけど、夢、うん、怖かったでしょ。いや怖くないよ。いやいや、奥とこ入ってくから駅に、はい、ね、この東京駅、はい、東京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 、もう今日は感動、感動、感動、うん、感動だね、感動、楽しかった、楽しかった、ワクワクしてね、嬉しさも楽しかったです、はい、送っていきます。いやいや、マジで本当にあのどんどんオフ会が広まって皆さんに来ていただけるとね本当にありがとうございます。ほらクソクソな俺に会いに来てくれて、来ると私も楽しいのでどんどんあのみんなに出てきていただいて、はい、あのパンペさん盛り上げてくださるとねいいかなと思います。バイバイ、顔取ってないよ、バイバイ、バイバイバイ、ありがとうね、本当にありがとう、また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 、バイ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 、よしよいしょ、ほら何やろ、何やろ、何、うっす、いやー、いや今日まだすごかった、なんかなんだかわかんないけど、なんだ俺だろ、ありがてえな本当に。弁当を買ってきました。オリジンで、オリジンでカキフライ幕の内弁当、ね、もう食べてね、今日はもう寝ようかなっていうところで、幕の内弁当が僕好きなんですよ、ね、じゃあ最後一本だけ飲んでね、今日の出会いに感謝っていうことで、ふぃー、行ってくれ、これが YouTube ですよね、ほんと初めてのオフ会っていうか会いましたよ、連れてきてた、おー、楽しかった。ありがとうね、本当に。俺がオフ会だよ、みんな。ほんと、幸せもんだよ、本当に。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。東京駅前、皇居をご案内して、素晴らしいパワーを感じていただいて、よかったなと思って。うん、ほんとね、感動した、なんか今日。なんだろう、なんていうの、なんていうの、俺だよ。スエローの俺だよ、俺に会いたいって言ってくれる、何なんだこれ、何だ、マジで嬉しかったな、これが幸せなんだよね、ほんと俺何にもないんだよ、何にもない、何にもないんだけど希望を与えてくれる人っているんだなって、地獄に仏だなって本当思うよ。
やればできるんだって。こんなクソみてえな中年でも一緒に飲んでくれる人いるんだってほんと思って今日歩かしちゃって。ランナー感覚と普通の人の感覚が違うから、うん、違うんだよね。不思議だ。俺いけるかな。俺いけるよ。多分いけるよ。ドマニアックな人たちが多い。本当にマニアックすぎるよ。本当にマニアック。マニアックすぎるよ。本当ありがたい。本当にありがたい。天使みたいな感じしたもん。天使が来た。ピタピタピタって。天使が待ってきたと思ったよ。本当だよ。天使がパタ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 。頑張れ、パエ君頑張れって。ございます。みんなありがとうございます。神様、神様ありがとう。新聞の日ありがとう。本当に新聞の日ありがとう。いい日でした。みんなだからスピリットはつながってるよ。俺ずっと言ってるからスピリットつながってんだよ。みんなと心つながってんだよ。だからみんな、そのうち会おうぜ。みんなで。ね。みんなで会おう。みんなで会おう。ね。会おう。ね。じゃあね。